はい、レオンチャンネルです。今年もついに12月に入りましたので、今月レビューする予定のデラックス玩具食玩ガシャポンを確認しましょう。そして、2018年もう最終月ですよ。早いね。カレンダー動画この間1月やってた気がするけど、もう12月なんですね。そして12月といえばクリスマス商戦とお正月商戦でおもちゃが出まくりですから、毎年年末28とか29に新しい変身ベルトとか発売するんだけれども、今年どうかな。そして僕ちょっと今から出かけるので、今日発売のねアイテムはまた明日以降アップって感じですが、今日発売なのはまず1日がクーガライドウォッチ。あ、もう今日なんだ、早いね。へえ、めっちゃ早い。はい、デラックスクーガライドウォッチが今日発売で、さらに、ダブルライドウォッチ。これが、もうこれで、あれじゃない ?1 号ライダー全部揃ったんじゃない?そっか、もう発売なんだ。早っ。変身ベルトの、これ予約したやつね、僕が。再販版の20周年記念バージョン。デラックスディケイドライバーと、これみんな、ね、売り切れる可能性あるから買いに行きましょう。ダブルドライバーでしょ?さらに、ローストドライバー。これが一番なんか人気な気がするな。で、ディケイドライバー。あ、バグルドライバーか。バグルドライバー。てか、定価だけ見ると結構な価格しますよね。で、来週の8日に、妖精剣シリーズ04。4本目。アシュラ5円丸。これが4本目なんだ。ついに本編でもさ、カイラとエンマーががっつり今後絡んでくるっぽくって、めっちゃ楽しみなんだけど。デラックスディケイドライドウォッチ、これはね、事前に情報がありましたが、12月8日発売。とりあえず2個買って連結できるかどうか検証したいけど、多分できるんだよね。で、ディケイドアーマーのソフビーでしょ。さらに、妖怪ウォッチエルダーのパワーアップキット、ついに発売。新たなやつね。これが映画関連ってことだよね。映画が14日だから、映画に先駆けて、発売で、楽しみだな、新妖怪とか。で、RKF のレジェンドライダーシリーズから、エグゼイドアクションゲーマーレベル2が来たり、ウルトラ怪獣、カミソリ、デマーガー。デマーガー系結構たくさん出るね。で、ライドヘイセイバーが出ますね。これがディケイドアーマーの武器ですよ。なんかディケイドっぽくね。ライダーマークがずらーっと載ってるから楽しみ。で、アークゼロ。これが映画関連のアークでございます。ロボット魂、あ、そっか、フェネックス出るんだ。ナラティブ見に行かないと。翌週が金曜日にいくつか出るけど特に関係なくて、15日にロッソフレーム、そっか、一般販売のアーツが来るわけね。さらに同時にアクア、これで兄弟が揃うと。てかもうウルトラマンルーブも終わりですね。もうでもね、映画の会見とかねやってましたもんね。あの新しいウルトラマン2人はどういう感じで登場するんだろうね。でもどっちもすごいかっこいい。で、リュウキの再販プレート付きのやつとアーツね。で、ガイムのプレート付きのやつが発売します。僕はこの辺はスルーかな、持ってるからね、標準のものを。で、22日は特に出なくって、これはクリスマス直前だから出ないんだけれども、毎年年末にね来るんだよ。あ、でもない、今年。あ、ない。あ、ちょっと待って、大魔女、大魔女ここでソフビだ、27日で。いつもさ、ここであれだよね、年末に新しい変身ベルトが出るんだけど、あ、今年ないんだ。そっか、3号ライダー誰か変身してか新キャラ出て来るかと思った。そっか、ない。今年は新変身ベルトの年内発売はなしってことですね。年始早々新変身ベルトが来るって感じなのかな。じゃあ次は食玩見ていきましょう。まずは3日にガンバライジングのウェハースがあって、さらにソフビヒーローのいつものバーサス、あの対決セットね。これがルーブとかロッソアクアとかいろいろありますね。で、あ、そっか、月初にソードライド3が出るんだ。これでゲームアーマーとかフォーゼアーマー、電王アーマー、リュッキーアーマーだったっけ。
あたりが来ますね。で単体版も出るし、ポケモンキッズって何これ、箱がすごいいいんだけど、あー人形系のなんか復刻版なんだ、へー。で、ちょっと待って、職がまだ更新されてない、早すぎて。次31だもん。ダメじゃん。ちょっとじゃあ先ガシャポンも見よっか。あ、ガシャポンも更新されてない。バンダイカレンダーの方で見ればいいか。3日で今見たやつ。で、次の週は特にないのか。で、翌々週もない。あれ？こっちも更新されてない？で、ガシャポンは更新されてますね。まずは、ぶっ飛ばソウルホット。と04、これが12月入ってすぐでしょ。さらにサウンドライドウォッチの07、12月、おダブルと、もうあアクセル、あバロン欲しいんだけど、12月見て、めっちゃ欲しい、これはいいね。さらに08が、お、ローグ来るわけね。で、クーガでしょ。で、ネクローム、おータンタンだ。ラビラビタンタン、そういえば出るって、テレビくんに載ってたな。で、アルティメットルミナス08、この辺と、あとは、ルーブクリスタル06、ルーブクリスタルも結局全然集めなかったなぁ。まあ、ウルトラカプセルで本当満足しちゃったんすよね、去年のジードで。カプキャラ仮面ライダー。あ、かわいい。イマジンとか。あ、これ映画関連だな、多分。こんな4人がラインナップされてるのと、タマゴラスまた出るんだ。顔。これ毎回面白いよね。そして、ラバーマスコット。の、あ、新作ジオ関連だね。あ、つくよみとかいる。で、ゲイツもいるわけね。似てるな。ディケイドアーマー、ダブルアーマー。へえ。あれ、この辺は再販か。ダンゴムシも、あ、準備中だけど、なんか新しいやつが出るみたい。そんなところかな。とりあえず食玩はまだ早すぎて更新されてないっぽいので、カレンダーはね貼っておきますから、皆さんで、ね、確認しましょう。で、魂ウェブのページを見ると、確認した、確認した、 OK で、今月到着するやつはというと、グレートクローズか。さらにヒートメタル真骨頂、グドンのモン、あとはもう普通のアーツか、グドンのアーツ、そんな、あ、ヘルブロースね、そんなところだね。アーツも溜まってきたけど、もうさ、アーツ撮るの大変だから、だんだんね、あの、アーツは大好きなんだけど、撮影するパワーが、もう僕最大ヒットポイントが減っちゃってるからさ、今年。だんだんね、ちょっと遅れ気味だけど、まあまあその辺も含めて、レオンチャンネルってことでよろしくお願いします。とりあえずいつも通り、各カレンダーは概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。そして、ルパパト関連はやっぱ出なかったので、もうおもちゃは終わり。なんですね。今年全合体ないってすごいよね。まあ話的には全然面白いからいいんだけど、テレビくんのね、今後の展開見るとさらに、ね、ラストも盛り上がりそうな感じだから。でもやっぱおもちゃがいまいちだったな、ルパパトは。いまいちっていうか、そのおもちゃ自体はいいんだけど、おもちゃ発売がやっぱ少なかったかな。食玩系のコレクションアイテムっていうのもね、ライトシリーズくらいしかなかったから、来年戦隊もっと盛り上がってほしいな。ここでも去年9連結構良かったからな。最後のね、メインストーリーの展開以外はおもちゃはよくできてたからね。キュータマ集めも楽しかったし、やっぱなんか1年通してね、集める方が楽しい。充電池みたいな、ああいう集めやすいやつが新しい戦隊出てくれるといいな。以上、レオンチャンネルの今月のレビュー予定カレンダーでした。